元キンプリの平野市用がファンの下ネタ質問に率直に答え、賛否両論を呼び、ファンから支持されています。元キングプリンス以下、キンプリの平野市用がファンからの質問に答えるためにインスタグラムのストーリーズを活用し、注目を集めています。 彼がジャニーズ時代には NG だったとされる下ネタについて率直に語り、その反応についてファンの間で賛否両論が広がっています。平野仕様は2023年10月9日にインスタグラムでファンから寄せられた様々な質問に回答しました。インスタアカウントを開設して以来、 ファンからの質問に答える姿勢を見せ、その中で下ネタについても言及しました。特に一つの質問が注目を浴びました。その質問は、お胸かお尻どちらが好きというものでこれに平野はこういうのって答えていいの小一用ありますけど M なんかショック受ける方もいそうだけど人間ですからあるよ M、と答えました。 その後、ファンからのコメントで、てことは、胸大好きや、んという声が寄せられると、平野は、正直に言うとマジでどっちも好き。ね、もうマジやばいから俺インスタで何一点のショーと、返答しさらに、でも、そう言うのまで聞けてなぜか嬉しいとの、声には自分たちの、ライブとかでしか話してないからね、ショーなぜなら絶対カットだったからショー、と、ジャニーズ時代は、 下ネタが禁じられていたことを明かしました。この、下ネタ解禁について多くのファンは平野仕用の率直な姿勢を好意的に受け入れています。彼の自然体な回答に共感する声が広がっており、ジャニーズ時代の制約から解放され、自分らしい一面を見せようとしている様子が伺えます。しかし、中にはこの新たな姿勢を心よく思わないファンも存在し、 彼が叩かれることを心配する声も見られました。その中には、質問選ぶのを気をつけて、下ネタは嫌だ、と訴えるファンもいます。平野はこうした声にも応じ、批判的な反応が寄せられても、俺は全然大丈夫だよ、と、し、でもファン同士とかでいいになるのも俺は嫌だな、と述べています。一方で平野は、 本当に綺麗な質問ばかりしか答えないのもサイボーグみたいで何回や、と主張し、自身の下ネタを批判する人は、そんなに俺のことも知らない人、と考え、俺は自分を装ってまでファンのみんなについてきてもらうことは罪悪感ありすぎてできないよ、と、ファンにはありのままの自分を見せていきたいと述べました。 平野仕様のこのような姿勢は以前にもジャニーズ時代について語ったことと一致しています。5月18日に放送されたぐるぐるナインナインで彼は口に目いっぱい食べ物を入れて苦しそうに食べるのが好きと告白し、その理由を生きてるなという感覚がするからだと説明しました。 この発言がファンから心配の声を引き起こしたこともあり、今回のインスタグラムでの率直な姿勢に対してファンからは喜びの声も多く聞かれました。しようく君の考えが聞けてよかった。素晴らしい人間性、自分の発言に責任を持って、ファンとの時間を大切に楽しむ気持ちが伝わってきて泣ける、といった考え的なコメントがネット上に広がっています。 ジャニーズ時代の制約から解放されたことで、平野耀は自分らしい姿を取り戻そうとしているようです。彼はファンの心情を気遣いつつも、自然体でいることを大切にしており、ファンからの指示を受けているようです。平野耀がファンからの質問に率直に答え、その中で、下ネタ解禁を宣言したことにより、ファンの間で賛否両論が広がっています。 一部のファンからは彼の新たな姿勢を受け入れる声がありますが、中には彼の方針に反対する声も見られます。彼はジャニーズ時代の制約から解放され、自分らしさを取り戻そうとしているようで、ファンからはその姿勢が支持されています。今後もファンとのコミュニケーションを大切にし、自然体でいることを続けることが、彼にとって良い方向への成長につながるでしょう。